皆さんこんにちは、サウンドジュリアです。今日の午前中なんですけれど、開店時間前に近所のお年寄りがレコードプレーヤーを持ち込んで来られまして、レコードが聞けんくなったと、なんとかしてくれということで、ちょっと調子を見たんですけれど、別にレコードプレーヤーの方は調子悪くないんですよね。針も曲がってませんし、ちゃんと動きました。で、本体の方がなんか調子悪いんじゃないのっていう話で、今度こちらを持ってきていただいて、いろいろ試したんですけれど、長く使ってなかったみたいで、やっぱり接点の接触不良とか、まあ、ホコリがすごかったりとか、いろいろありまして、ちょっと直したんですけれど、当時のこういうミニコンポ、これ CD プラスコンポって書いてありますけど、ビクターの製品なんですが、なかなかあの CD の部分なんかこうトレイが出まして、 CD ウォークマンをこう取り外せるみたいな感じになってるんですよね。非常になんか面白いなと思って、それでどこまで使えるのかなと思っていろいろ試したんですけれど、やっぱりカセットテープはドライブベルトがどうも伸びてるみたいで動かないんですけれど、あとのものはだいたい OK ですね。これで一度 CD をかけてみましょうか。こちらのボリュームもガリがひどくて、スーパーコンタクトオイルでちょっとメンテしました。それで CD のピックアップレンズの方も白内障じゃなくて白外障になっていると言われるぐらい真っ白でホコリまるけで、そちらも掃除して直りました。から選曲もできたりします。チューナーの方も聞けますね。いいです。無駄のタイムもなかなか近いみたいな、はい、ダハレスナコちゃんからもいただいて、動詞シュプレッシングを使った表現です。相手に動詞Good job. Escape. Thank you as always for your visit, and of course for listening to 79.5 Radio Now here in. あとは朝調子を見たレコードプレーヤーをこれにつないでもらえれば多分 OK っていうことで、今日はちょっとゆるいビデオなんですけれど、こんな感じです。